ょっと挙動してるんですよ。やめてるすね。エンタメとか言っちゃってるからね。あ、イタカッチは。ちょっと言ってよ、じゃあもう。言ってよ。エンタメを。なんでそういう風になったか。エンタメ。なんでこういう風になっちゃったか。はい、あ、俺のないやんけ、俺の。そう。ちょっとまずはその、小さな。頼むよ、境よ。言葉が、メールが来て。そういうことする？それを俺がケイオ、メールを、あ、ケイオ君に来たやつを、KGB だと思って来たやつ。そういう感じ？大佐とかにはなってるんだけど。大佐は面白いだって、ケイオ君に来て、そこで、あの、ケイオ君と俺が口喧嘩になって、で、俺も講師やるんだから、なんでこんなに上がって、カントレムーザーにしちゃったもん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 、怒られてるよ、高岡君から藤井君に電話がかかってきて、で、俺が高岡君と電話して、あの同じ関東連なんだから、あ、仲良くしてよて。え、出せるけど、高岡君も電話して、こいつの段にしないんだったら俺は邪魔しない、それなしなった方がいいよ、なるわけない、ちょっと悪いよ、それ出したの俺たち、いや、ギャジーのことは分かってるじゃん。え、どうするかよ。じゃんけんしん。なんで謎だろ。お前、上がれんだったら上がれ。か、かんばん。そういうもんだ。じゃあ、俺出す間違えてやるよ。頭いいよ、まだ。え、じゃあ、パス。あ、ラス歌うよ。3枚出せん、なんか3枚ある。ある。だから、ダンションも1枚噛んでる。あ、なんだ、ほら。俺と、ケロが。あいつは出せないで、その LINE を送んなきゃいいんだけど、俺が送ったんですよ。まあ、上がれたら仕方ないです。これ、これ、LINE が、それに来て、その LINE の対象を送ったら、対象が面白かったって、強く送って、さっき強く送ったら電話来て、喧嘩になっちゃって、こんな LINE 来たら、俺も、無理だろ。なんだ、これやろうって。いや、タッチが。